豆キュン。無駄遣いはダメ。誰がまた電気をつけっぱなしにしたの？最後にトイレを使ったのは誰？僕だよ。へへ。ケンタ、誰もいないのに電気をつけっぱなしにしちゃダメじゃない。トイレを使った後は必ず消すのよ。はーい。俺は僕、ティラノサウルス。ケンタ、もう終わった？うん。もう出るよ。わかったわ。うわぁ、浴室が水浸しじゃない。体が浸かる分だけ水を出しなさいって言ったでしょ？水がたくさんあれば船を上手に浮かべられるから。これは水の無駄遣いよ。ただいま。まあ、真っ昼間にリビングの電気がどうしてついているの？あ、切るよ。朝ちょっと暗かったからつけたんだ。すぐ消すよ。お父さん、お父さんまでダメじゃない。ただでさえケンタも電気をよく消し忘れるのに。そうだな、次からは気をつけるよ。みんな、今日はお家の人と行った遠足のことを絵に描いてみましょう。クレヨンはお友達と仲良く一緒に使ってください。はーい。先生、クレヨンが小さくなった。新しいのをちょうだい。小さくなったけれどまだ使えるわ。もうちょっと使ってから新しいのに変えましょうね。嫌なのに。ケンタ、これにクレヨンを刺せば書きやすいよ。もう、新しいのを使えばいいのに。あら？ケンタ、どうしてスケッチブックを？絵を描けるところがないよ、先生。ここも、ここも空いているじゃない。みんな、紙は何で作られるのかな？木で作られるんだよ。そうよ。紙を作るためには木をたくさん切らなければなりません。大切な木を切って作った紙を無駄遣いしていいのかな？ダメ！ケンタ、わかったかな？はい。どういうこと？ほら見なさい。電気料金、水道料金。うちだけこんなにたくさん払わないといけないのよ。公園に行ってくるね。ケンタか？なんでこんなに遅いんだ？もう帰るところなのに。ヒロ、もうちょっと遊ぶだろ？僕もトシと一緒に帰るよ。また明日、ケンタ、バイバイ。バイバイ。チッ、もっと遊びたかったのに。なんでこんなに暗いの？街灯が壊れたのかな？怖いなぁ。うわぁ！お母さん！お母さん！帰ってきたの？お母さん、明かりを全部消して何してるの？電気料金を払えなくて電気が止められたの。不便でもこれからはろうそくをつけて暮らさないとね。おしっこ、おしっこ。うわくさい。お父さん、ちゃんと水を流してよ。水道も止められているの。一日に一度だけ水を流せるのよ。じゃあ、あの汚い便器を使わないといけないの？うわぁ。
あれほど電気や水を大切に使いなさいって言ったでしょ。夜も長いし、お母さんも寝なきゃ。あ、お母さん、このままじゃ嫌だよ。お父さん、お父さんがどうにかしてよ。おい、こら、ちょっと待って。バッテリーが切れる前に見ないといけないんだ。うわ、消えてしまった。もう知らない。こんな真っ暗なところでどうやって住むんだよ。便器が汚いからうんちもできないじゃない。こんなことになるなら、節約して使えばよかった。僕が悪かったよ。もう二度としないよ。もう二度とやらないって？何よ？トイレから出るとき電気を消すよ。蛇口も必ず閉めるから。それで全部？それから文房具も大切に使う。嘘じゃないよ。本当？約束よ。お父さん、ブレーカーを上げて。あ、わかったよ。あ、電気がついた。ついた、ついたよ、お母さん。そんなに嬉しい？うん、すごく怖かったんだから、もうトイレに行ってもいいよね。ええ。うわぁ、水を流せても使えないよ、臭いんだもん。そんなにひどいか？お父さん、何を食べたの？先生、水を無駄遣いしちゃダメでしょ？ごめんね。先生、この鉛筆はまだ使えそうですが。ええ、そうね。あ、ケンタだわ。あ、先生。チャンネル登録してね。